皆様こんにちは。今回は兵庫県佐用郡佐用町の農地付きの物件をご紹介します。それでは宅内をご案内します。玄関を上がり右手には和室三間の続き間があります。南側には広縁、北側にも小さな縁側がついています。こちらは和室 4.5 畳個室です。広縁の突き当たりには和洋二間の続き間があります。窓の外には広々とした田園風景が広がっています。こちらは玄関左手の洋室10畳です。隣には 9.5 畳の広々としたダイニングキッチンがあります。当物件はオール電化住宅です。キッチンには IH 用のコンセントがついています。こちらは浴室です。お手洗いはこちらと東側の続き間横の2箇所にあります。2階へ上がりまして、こちらは和室6畳です。こちらは洋室6畳です。2階の廊下の突き当たりには屋根裏収納もついています。こちらはお家の東隣にある地続きの農地です。農地は他に2筆あります。佐用郡佐用町で農業を始めませんか？ご案内などお気軽にお問い合わせください。